アラド AR-234、AR-234 ブリッツ、ブリッツ、連撃の意は、第二次世界大戦末期に、ドイツのアラド社によって開発された、世界初のジェット推進爆撃機。当初は高速偵察機として開発されていた。大戦末期、連合軍に、制空権を握られていた、状況下にあっても、高高度を時速 700km 近い速度で、 巡航する AR-234 は事実上補足不能で貴重な写真偵察情報を幾度ももたらしたがそれを活用するだけの戦力はドイツには残されていなかった。1940の秋に RLM は航続距離 2156km を備えたジェットエンジンを動力とする高速偵察航空機を要望していた。これに応えられるのは バルター・ブルーメ教授の下で計画された E370 プロジェクトを持つアラド社だけだった。この機体は、高翼式で、核翼の下に、ユンカー・スジモ・零四エンジンを搭載しており、従来の航空機と同様のレイアウト設計になっていた。計画された機体重量はおよそ8 0 0 0ラムであったため、機体自身の重量を減らし、かつ、内部燃料を最大限にするために、アラド社は、 典型的な引っ込め足を使用せず、代わりに着陸用にスキット、ソリを装備し、離陸の際には車輪のついたトロリーを使用することにした。アラド社では高度六千メートルで時速七百八十キロメートルの最高速度、高度一万1 0メートルで千九百九十五キロメートルの後続距離を予定していた。この性能は RLM の要求を下回っていたが、RLM は その設計に興味を持ち、AR234 として2つのプロトタイプを注文した。1941年の終わりには、機体の大部分は完成していたが、肝心のジュも004エンジンの開発が間に合わず、機体の完成は1943年2月まで、ずれ込んだ。完成後もそのエンジンは飛行するまでの信頼性が、ないとユンカース社によって判断され、 シーストタクシーテストのために使用されただけである。飛行資格を与えられたエンジンは1943年の末に届き AR234V1 は1943年6月15日に初飛行を行った。9月までに4機のプロトタイプが飛行試験を行い、8機のプロトタイプにトロリとスキット、ソリが取り付けられていた。6号機。 8号機は2発のジュモ004の代わりに4発の BMW003 ジェットエンジンを搭載され、6号機は2発のエンジンを同一のナセルに収容し、8号機は4発のエンジンを個々にナセルに収容しており、これらは世界初の4発エンジンのジェット機となった。7号機は1944年8月2日に、 最初に偵察任務で飛行したジェット機として記録を作った。RLM は7月に AR234 バイトとしてシュネルバマーの試作機を供給するようにアラド社に依頼した。AR234 バイトの胴体は極めて細く絞られていたのに加え、膨大なジェット燃料を使用するので重心近くのスペースのほとんどが燃料タンクで占められ、 爆弾は胴体及びエンジンナセルの下に装備するいう形となっていた。このため爆弾搭載量は最大 1500kg と爆撃機としては不十分なものとなってしまったが、この状態でもジュもモ004総発の推力では2が勝ちすぎていた。加えて外部に爆弾を搭載することはそれだけで大幅な空気抵抗を発生し、結果として爆弾を満載した状態では最高速度が 大幅に落ちることとなった。機体重量の増加を避けるため防御機銃は機体後方に後ろ向きに設置された遠隔操作の 20mmMG15120、mm、20機関砲にのみとなっている。しかしコックピットが胴体の一番前に取り付けられていたために後方視界はほとんどなく射撃にはコックピット屋根上に設置されたペリスコープ潜望鏡を用いることとなった。 だが、多くのパイロットはこのシステムは役に立たないと考え、重量の軽減のために銃を取り外してしまった。着陸する際に、スキット式の着陸装置を用いることは、再出撃や整備の面を考慮すると非現実的なものであるとされ、AR234 バイトは着陸装置を三輪車式に変更された。プロトタイプ9号機は、 最初の AR234 バイトとして1944年3月10日に初飛行を行った。B 型の最大速度は爆弾搭載量が最大の時には高高度で時速6 6 8キロメートルにとどまると考えられる。しかし、それでも当時のドイツ空軍が所有する他の爆撃機の中で最も優れていた。 20機の AR234 バイトから0、先行量産型が6月末日までに納入された。しかし後期量産型は、アラド社の生産ラインが爆撃を受けた他の工場の飛行機の生産を受け負ったために生産が遅れている。その間、プロトタイプのいくつかは、偵察任務のために前線に送られ使用されたが、9100メートル以上で、 約時速 740km で巡航する AR-234 は敵に捕捉されることはなかった。この機体は離陸に長い滑走距離を必要としていた。しかし長い滑走距離は事故の原因になりやすいので補助ロケットを利用して離陸距離を短くする方法が採用された。エンジンの耐久性は切実な問題であり、10時間の飛行のたびに オーバーホールが必要であった。AR-234 の爆撃機としての最も有名な活躍は、レマーゲンにあるルーデンドルフ橋の破壊作戦であった。3月7日から3月17日の間、1 0 0 0ラムの爆弾を搭載した EEKG76 の AR-234 によって攻撃が行われた。 AR-234 バイトの通常の爆弾搭載量は2個の5 0 0ラム爆弾をエンジンの下に喧嘩するか1個の1 0 0 0ラム爆弾を搭載するものである。最大搭載重量の1 5 0 0ラム爆弾は胴体の下面に半分埋め込まれる形で搭載された。将来的には フリッツ誘導爆弾あるいはヘンシェル HS-293 空対地ミサイルの搭載能力の負荷が考えられていた。1944の夏から戦争終了まで合計210機が生産され、1945年2月には生産は C 型に切り替えられた。1945年11月からは月産500機の生産が望まれていた。 AR-234C は AR-234 プロトタイプ8号機の開発データに基づいて設計されていた。AR-234C は4発の BMW-003A エンジンを持ち、2発のエンジンを同一のナセルに収容し、そのナセルを変翼に一つずつ取り付けるというものであった。ジュモ0 0 4エンジンから BMW-003 A エンジンに切り替えた理由は、ジュモ004エンジンを m 2 6 2に優先的に配備するためであった。しかしこの変更は功を奏し、全面的な性能の向上、特に離陸と上昇時に効果を発揮した。速度も B 型に比べ、約20%速くなった。高高度への上昇能力の向上により、AR234C の作戦行動範囲は、 大きく拾ることとなった。C 型は爆撃型、武装偵察型、夜間戦闘型及び重爆撃型等の少なくとも7つのバージョンが設計もしくは計画段階にあった。AR-234C のプロトタイプは14機が戦争の終了前までに完成していた。D 型は B 型の胴体に新しい副座のコックピットを取り付け、 双発の強力なハインケルヘス011ターボジェットエンジンを搭載するタイプである。しかし、ハインケルヘス011の量産に失敗し、D 型が生産されることはなかった。P 型は、複座の夜間戦闘機型で複数のエンジンの搭載が検討され、またレーダーも多様なものが搭載される予定だった。いくつかは設計段階にあったが、どれも生産には至っていない。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。